目録とは16世紀から20世紀の半ばまでカトリック教会によって作成された書物のリストである。カトリック教会と信徒に対して危険を及ぼすとみなされた書物が掲載された。金書目録の目的は信徒を非道徳あるいはカトリック信仰を脅かす書物から守ることにあった。金書目録は単に出版後の本だけを対象としていたわけではなく、 カトリック信徒が著作を行うときはあらかじめ検閲を受けさせることも習慣として行われた。禁書目録が初めて作成されたのはローマにおいてではなく1529年のネーデルラントにおいてであった。その後、1543年にベネツィアで1551年にパリで同様のリストが作成されたがローマで初めて禁書目録が作られたのは 教皇パウルス四世時代の1557年になってからであった。トリエント公会議の中で、それまで作られた金書目録は極端に厳格に走りがちで、個人的な意見によって書物を選択しているという批判が行われたためであった。この批判に応えて、教皇ピウス四世は公会議後に禁書目録の作成の方法を定め、百六十四年に、 基範となるべき、金書目録を作成した。このトリエント版とも言うべき、この金書目録が、レオ13世時代の1897年まで、長きにわたって、同種の目録の基範版となった。トリエント版を作成したのは、教皇の任命を受けた、ローマの賢者少将の審査官たちであった。1571年には、金書目録を作成。 改定する専門の委員会が設置された。この委員会が流通する書物を検定し、ピュース四世時代の禁書目録を時代に合わせて改定していくことになった。同委員会は問題とした書き物であっても、一様に禁書にしていたわけではなく、書物によっては一部内容の改定を求めるだけのこともあった。そういった書物は、要修正、要一部削除というカテゴリーで、 別のリストにされていた。時が経つにつれて目録は、長大なものになっていった。あらかじめ教皇庁の別の部署で許可を得ていた書物は、賢者少々の検査も緩いもので済んだ。近所の決定に、最終許可を与えたのは当然教皇であり、教皇には特定の書物だけでなく一個人の著作を、すべて指定する権利があった。教皇のこの権利が発動されたケースは、あまりないが、 フェリシテ・ドラムネの例が挙げられる。1917年の教会法典の施行とともに、禁書目録の改定委員会は廃止され、著作を検定する権能は教皇庁の直轄のものとなった。禁書目録は1948年版まで作成された。これは第32版であり、4000の書籍が挙げられていた。その理由は様々で、反カトリック的。 不道徳、性的放落、政治的変更、魔術書などの危険な文化、などであった。目録に著書が載った有名人としては、デジデリウス、エラスムス、エドワード・ギボン、ジョルダーノ・ブルーノ、ボルテール、ダニエル・デフォー、ニコラウス・コペルニクス、バルザック、ジャンポール・サルトルなどがいた。18世紀から19世紀にかけては、カトリック教会が、ほとんどの近代思想を拒絶したため、 近代の哲学者はほとんど名前が載る結果となった。例えば、ルネデカルト、イマヌエル・カント、ジョージ・バークリー、ラムネーなどの著名な思想家もこのリストに含まれている。ショーペンハウアーやキルケ・ゴールの著作は禁書目録に載っていないが、その理由は彼らが無神論者とみなされているからである。禁書目録は、カトリック・信徒の多い国家では、それなりの影響力を持っていたため、 東はポーランドから西はケベックまで出版物が盛んに流通する大都市を除けば、金書目録に載っている本が見られることはあまりなかった。金書目録が公式に廃止されるのは1966年6月14日の教理省宣言及び、同年11月15日の同省協領によってである。 時あたかも第二バーチ観光会議が行われる中、カトリック教会に残っていた多くの形式的習慣が廃止されたが、特に1966年の11月の協領は、禁書目録規定違反が1917年、教会法典2318条に、いわゆる、波紋の効果を有しないことを明言するに至った。しかしながら禁書目録に載るようなカトリック信仰を、 あやうくする書物を積極的に読むことが推奨されているわけではなく、1975年3月19日の協領によって、1917年教会法典の禁書の条項が刷新され、現行の1983年の新教会法典、第822条内し第832条に明文化されている。ありがとうございます。